曲っぽいね。光月城主は天子勝久、毛利への恨みは深い。劣勢でも必死で戦ってるはずだ。油断は禁物ということです。ならば周囲の砦から確実に落としていくべきか。ただ戦意旺盛な相手に力強い前です。まずは砦を守る将をおびき出してみましょう。次の一手につなげなければ。あまり危なくはありませんでしたが、力攻めで強引に落とすしかないようですね。元春兄上はこの砦の守備をお願いします。ここまではうまくいきましたね。なんという強さよ。